へい。走りながらね、この雲見とったらね、みんなにも見せたいわと思ってね、この、なんていうの、自然の芸術というかね、自然じゃないと作り出せれん芸術というか、ね、養老山脈、ね、俺のふるさとの、あっちは伊吹山やけど、ちょっとこの角度から見えないんですけどね、そう、果てしなく続く、道幅2メートルの堤防道路ね、ね、そう、カメラ出して iPhone、新調した iPhone で撮影しながらダラダラしてますけどね。まあこの瞬間ね、火に照らされて俺は一人、あの孤独の旅路行ってますけどね。この瞬間、俺はね、世界中の誰よりも一番輝いてるぜと思ってね、走ってまーす。イエーイ。